はいどうも皆さんこんにちは。アベンジャーズエンドゲームの最後はスティーブ・ロジャースが年を取って終わりましたが、このスティーブ・ロジャースの最後については監督と脚本家の間では意見が分かれてしまっています。スティーブ・ロジャースの最後についてはタイムトラベルが関わってくるので少し複雑になってしまいますが、今回は監督側の意見とそして脚本家側の意見を見ながら、スティーブ・ロジャースが過去に戻った後にどんな生活をしていたのかということを予想していきます。ここでもう一度キャプテンアメリカの最後の場面について思い出しておくと、キャプテンアメリカはハルクが約束した6つのインフィニティストーンを元あった時間と場所に戻すという仕事を引き受けました。その後キャプテンアメリカは6つのインフィニティストーンと層のハンマーを持って過去に戻りましたが、キャプテンは現代に戻ってくることはなくて、そこには年を取ったキャプテンアメリカが座っていました。その年老いたキャプテンアメリカにサム・ウィルソンが近づいていくと、全てのインフィニティストーンを元に戻した後にペギーと結婚して自分の人生を歩むことにしたと言っていました。そこの場面ではサムがペギーとの話を聞きたがっていましたが、キャプテンは何も話しませんでした。その後の一番最後の場面では2人がダンスをする場面が登場して終わりました。そして一見この丸く収まったキャプテンの終わり方ですが、監督側と脚本家側で意見が分かれてしまっています。監督を務めたルッソ兄弟によると、最後キャプテンアメリカは過去にタイムトラベルをしましたが、そこでキャプテンが到着した過去というのはこれまでいた世界の過去ではなくて別世界の過去に行っているということを言っています。つまりこの時キャプテンアメリカはマルチバースを作っていて、これまでの映画では全く登場していない世界に住んでいたことになります。タイムトラベルをして別世界の過去に行っていたキャプテンアメリカはエンドゲームの最後の場面では再び別世界の過去から元いた世界に戻ってきたことになります。この時に別世界の過去からどうやってキャプテンアメリカが元の世界に戻ってきたのかは分かりませんが、ハワード・スタークが誰かに頼んで何か装置のようなものを作ってもらっていたのかもしれません。一方脚本家の2人によると、キャプテンアメリカが過去に戻った時にはマルチバースのようなものは生まれていなくて、これまでの元の世界の過去に行ったと言っています。そしてまず監督側の意見であるスティーブ・ロジャースは別世界の過去に行っていたという話をすると、まず別世界の過去に戻ったスティーブはそこでペギー・カーターと結婚をします。またその頃バッキーはヒドラに捕まって暗殺者にされてしまっていると思うので、そこでスティーブはバッキーのウィンターソルジャー計画を阻止することができると思います。そうすることでスティーブとバッキーの2人は一緒に戦うことができると思います。スティーブは別世界に来たとはいえ未来のことは知っているので、戦いも有利に進められることが考えられます。そうすればスティーブは最終的にはキャプテンアメリカの盾というのをバッキーに譲ることもできると思います。そして脚本家側のもう一つの意見は、スティーブはこれまでの世界の過去に戻って別世界は発生していないというものです。この説だと年を取ったキャプテンアメリカというのがこれまでの様々な出来事というのを陰で見ていることになります。これまでの世界の過去に戻ったスティーブはその後ペギー・カーターと結婚をして、バッキーがヒドラに捕まっていてウィンターソルジャーにされてしまうのを知っていながら何もせずに、そしてその後のシビルウォーの時までトニーの両親のことも黙っていたことになります。これだと少し違和感があるように思えるかもしれませんが、スティーブがこれまでの歴史を変えてはいけないという思いがあったら、あえて何もしないという選択もあるかもしれません。またキャプテンアメリカシビルウォーの時のペギー・カーターの葬式の場面で、スティーブはペギーの棺を担いでいましたが、棺の後ろの方には頭しか映っていない年老いた男性も一緒に棺を担いでいました。脚本家の意見であるスティーブはこれまでの世界の過去に戻ったということなら、この年老いた男性というのがスティーブ・ロジャースということもありえます。それ以外には2012年に登場したアベンジャーズでロキに攻撃されそうになった老人がいましたが、この老人も年老いたスティーブで、若いキャプテンアメリカは自分自身を助けたというふうに考えることもできるかもしれません。エンドゲームの最後の場面ではキャプテンアメリカが年老いて登場した時、バッキーはあまり驚いているようには見えませんでした。もしかしたらバッキーは未来から来たスティーブ・ロジャースからいろいろと話を聞かされていて、こうなることを事前に知っていたのかもしれません。今回はアベンジャーズエンドゲームの最後のスティーブ・ロジャースの過去へのタイムトラベルについて見てきましたが、皆さんは監督が言っているスティーブは別世界の過去に行ったのか、それとも脚本家が言っているスティーブはこれまでの世界の過去に戻ったのか、どちらだと思いますか？
ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。